新型コロナウイルスです。県内では今日新たに患者1人の死亡と130人の感染確認が発表されました。今月の患者数は7096人となり、6か月ぶりに前の月を下回りました。県は今日入院していた高齢の患者1人が死亡したと発表しました。県内の死者は累計で91人となりました。 また新たに感染が確認されたのは盛岡市で43人、県央保健所管内で26人など合わせて130人です。先週の火曜日より66人少なく18日連続で前の週の同じ曜日を下回りました新たなクラスターは1件で一関管内のスポーツ活動で確認されています。また、県議会事務局は、 自民党会派に所属する千葉都統議員と、岩手県民クラブの工藤勝弘議員の感染が判明したと発表しました。今月公表された患者数は、累計で7096人となり、去年の11月以来、6か月ぶりに前の月を下回りました。入院している人は66人で、重症の人はいません。 自宅で療養している人は2109人となっています。